わいはかぼちゃや。実況者かぼちゃや。いやあ、刹那圭介だよ。今回もマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしく。今回はちょっとこの家の周りをちょっといろいろ手を加えたいと思いますね。まあ具体的に手何を加えるかっていうのはちょっとおいおい説明していきますんで、とりあえず外に出よう、外に。いや、もう夜になっとる。寝よう。とりあえず一つ目に手を加える場所、点としてちょっと土の部分、このここら辺をちょっと整地していきたいなと思って、この辺の段差をちょっと手入れておきたいよな。なんか綺麗にやっておきたい気がするというのが自分の中のやつです。邪魔だ。どうするかな。ちょっと段差状にこうポンポンポンって行きたいな。これで行こうか。この辺もちゃんと埋めてさ。よいしょ。おう。オッケーオッケー、いいよ。なんか最近実況でマインクラフトやることが少なくなってね、なんか知らんけど、特に理由はないんやけどね。なんかやることがなくなって、ちょっとね、マイクラ実況はちょっと久しぶりに感じて、ちょっと慣れ、最近の慣れっていうのが失われてき始めたところなんですよ。恐ろしいね、慣れって。これにちょっと段差作って、降りやすい、登りやすいにしたいな。リバーサルデザインってこういうことか。はぁ、あ、私よりとは1000円おらんけどな、このワールドは。村人も登りやすい、ゾンビも登りやすい、ゾンビは登っていたらあかんよ。なんかいい感じにできよることない？あ、待てよ、これ水やけん、もう一段作っとかな、登れんな、水やけん。よいしょ、ここらへん、ここらへん。草は置いとったら生えるんだったよな。この草ブロックと土ブロックちょっと接しとったら、この草の部分がこっちに移ってくる的な、そんな感じだったはずやけん、まあこれはオッケーだと思うよね。よし、向こうまではやる必要ないかな。この辺で止めておいてな感じかな。よし、ちょっとね、ここに橋作ってみようかなと思って、向こう側につながるやつね。ここ川が流れてるんでね、ちょっと橋を作ってみたいなと思いまして、やっていきたいと思います。橋なんか作って意味あるのかというのがまずわからんけどね、まあ、とにかくちょっと見た目的にいいと思うんで橋を作っていきたい。設計図とか全然作ってないんだよね。だからもう作りながら、ああだこうだって考えながら行くパターンという、もう恐ろしいよ。やっちゃあかんよ、プロが。プロってわけじゃないけどさ、マジでどうやろうかななんて今考えよるわけですからね。誰かの橋を見学したいなーって言いたいのも山々やけど、誰が作りよる知らないね。橋なんか作ったことある人おるだろうけど、どんなもんかな。木造の橋にしようと思って木材を集めておいたはいいが、全然設計図とか考えてないよ。頭の中にもないよ。適当にポンポン作っていくような話ですよ。俺の頭の中のシミュレーションだとしたら、こっから登れるところを作るくらいかな。どこまで、はい、どれぐらいの広さにしよう。そこそこ広いに作りたいな。
でもこれぐらいの広さでいいかな。そんでもってここに木材をこうつける、こう感じ、こういう感じ、あっす。まあこんな感じで広げるんやけど、どうこんなもんか。でここにもう一つこう作って、こっからこう伸ばしていったらいい感じじゃないかな。うわ地味とりあえず木材だけである程度完成作っていって、後でちょっと付け足したいところはなんか違う素材でなんか付け足すぐらいでいこうかな。あ、そうだ、ここもなんかせっかく白樺も取ってきたことやし、ちょっと色変えていこうか。なんか家でもやったように、カッシー白樺、カッシー白樺交互に並べていきたいかな。それでいこうかな、今更やな置く前に決めとくよって話。そう、まあこういう作業は別に実況でもやるときはやるけん、まあ慣れとるっちゃ慣れとるやろ、慣れてないようなわからん、まあ、センスの問題なんだよこういうのは。そのセンスがないから俺はちょっと困ってるわけです。やることではこういう色をちょっと変えてくるじゃないどうすか、まあいいや、センスがないんだもんな。センスがないとマインクラフトだよ、結構致命的なところだと思う。センスがある人ってほんとすごいもんな、いろんなもん作れるもん、マインクラフト、マインクラフトそういう人を見習っていきたいけど、今回ちょっと厳しいところです、マインクラフト。よう夜になってきたけど作業どうするか、あ、ゾンビ来てる、ゾンビ来てる、だが残念だったらそこから登れそうな気がする、登れねえだろうって言いたいやったけど、これは登れねえだろ、行くなよ、作業の邪魔しないなんて。夜でも作業は続くぞ、クリーパーが来てバカされたらちょっと悲しいけど、よく考えてみたんやけど、俺マインクラフト購入してもう半年になるんやなって思う。俺がマインクラフト購入したんが2月なんですよね、今年の2月の最初頃は。水中戦です、ケルトも厳しい。いやー防具付けてないけんめっちゃ持っていかれてる、死ぬる死ぬる、あかん、奇襲とか効かんぞこれは。あ、ちょっと待って、家の中になんでお前クリーパー、なんでお前家の中おるんや、お前家に入れた覚えはないぞこの野郎、お前私妻ですって言わんばかりに当たり前に入っとくんやめとけや、こら近くにスケルトがおるってことなんで、あ、寝れれるわ、寝れたわこれぐらいだったらまだいけるんや、あー怖かった、作業に危険はつきものやな、いろんなところで危険がつきまとってるけど、あー燃えてる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 、うわーすなんか見せ場が箸以外、箸作るところ以外になってきそうな気がするんやけど、今のうほう、なんかすっごい俺の建物の床みたいな感じになってるそりゃ当たり前やろ、同じような作り方したんやけん、けどなんかほんとなんだろうな、それほどすごいことをしとるわけじゃないけど、まあいい感じにできるよな、ほんと。とりあえずつなげていこうぜ、いろいろ装飾するんは後から考えよう。家だって俺そんなに、マジでよ、何度も言うけどセンスないよな、あの家やって。まあ豆腐にちょっといろいろ手が加わったぐらいの豆腐やもんな、冷ややっこ的な例えばそんなに思いを配んけどね。まあこの箸を作るもちょっと俺の興味本位やし、ここにさっき最初作ったみたいに階段を立ててそこから広げていくパターンになるわけですからね。てか雑草邪魔やし、今思ったら雑草邪魔や、お前らどけ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 、邪魔な邪魔な、どけどけ、引き抜かれたいのかこの野郎め、この野郎め、やかれたいのかこの野郎め、あ、そうか、焼くっていう手段もある、ちょっと気持ちいいだろうな、やるぞー、えーすえーわーわー
わー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 キャンプファイヤーじゃーイエーイやはーはー効率悪ないこれ草を潰そうと思っとったのに俺あれ草燃えとんこれ草燃えてなくねえちょっと待って、それちょっと予想外なんやけど。燃えとる？あ、もうちゃんと燃えとるわって、もうちゃんと燃えとるんや。ははは。おお、こういう森林伐採法があるんや。なるほどね。木材もったいないわ。まだ火ついとるよ。え、ちょっと待って、ちょっとそれ、火広がりすぎじゃない？え、そんなに俺つけてないよ、俺。ははは。燃えすぎ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 ちょっとやりすぎた感あるんやけど俺ああやばい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 消えてくれんかねこれまあいっか最低限ちょっと箸立てるに邪魔になるやつだけで切っとこう先にああちょっと燃えてる燃えてる俺燃えてる燃えてる燃えてるあーあーよしじゃああ、怖っ火って怖いね火事って怖いねちょっと、今のでちょっと、火事の怖さが。危険、雷、火事、親父ってあったよな。危険って何危険、雷、親父。地震と危険言い間違えたんだよ。そりゃ危険じゃよ。危険なんだから。あ、そうだ。よう考えたら、色変えるんだったら階段の時点で色変えとってもよかったな白樺の階段作っとこうクリーパーが来てる俺の箸を爆発しに来とんかあいつは草いいないいな俺も渡らせてみたいな感じで来とるけど渡らせんけんな俺がおらん時にこっそり渡っとけやんあいつちょっと俺のカボ写真気に入っとんかちょっとカボ写真のそばにおるけどもう一人写真撮ってくださいっていうなんか周りキョロキョロしとるけどもしかして誰か写真撮ってくれんかなって見よんかな俺がスクショ撮ったのかなわかったわかったちょっと撮りに行くわちょっと撮りに行くわ撮りに行くわ待っとって待っとって待っとってああなた写真撮るこれでシャッター押してくださいって言う言わんばかりに近づいてきたんやけど。やめとくやめとくわ。ちょっと、写真撮ってくださいって言うタイミングでちょっと爆破してきそうやけど、ちょっと怖い怖い怖い。やめてやめて。やめて。こっちは、いろんな素材を持ってるんだ。ここで倒すしかない。倒すしかないんです。よいしょ。水中戦はまず厳しいよな。よいしょ。あーあ、てめえなり、仕事増やしやがって、この野郎。くそ。おお、なんかすごい。いい感じ、いい感じ。これにちょっといろいろ手加えて、よくしたんが、的な感じでいこうぜ。おーおーおー。すごい、すごい、すごい。皆さん、橋が完成しました。では、これから、一つ一つ見ていきたいと思います。では、秒読みをお願いします。5、4、3でーす。ゾンビが完全に来ています。完全に来ています。邪魔だ。てめえ、邪魔だ。邪魔だって言ってんだろうが、この野郎。あ、お前。お料理を先に箸登るな、お前。くっそ。まあこんな感じで、床は作業風景を見てもらった時に分かるように、チェック柄になっております。あ、お前、変な登ってき方すんな、お前。おかしいやろ、それは。どういうことやねん。なんでお前、俺の作った橋に、下半身めり込んどんやねん、お前。そう。剣はないんか、剣は。剣がない。剣が手元にない状態だった。
ギャラリーが多いけんど、まあしょうがない。みんなこの橋興味持っとんやわ。ああもうゾンビの大行列やで。ちょっとゾンビがおるんでちょっとやばいんですけど、まあ説明してますと、まあこういうネザー水晶ブロックを作ってちょっとなんか装飾オードのつもりでやったんですけどね。ちょっとカットしたんですけど、ちょっと試みがありまして、この橋の下の川の部分にちょっとグローストーンをはめ込みましてね、こう夜になったら光るようになるんじゃないかなと思ってやってみたんですけど、どうでしょう。では見てみたいと思います。光っているでしょうか。これです。おおお、なんかちょっと微妙な気がする。なんか微妙やな、なんか光り方がさ、光っとるっちゃ光っとるんやけど、なんかいまいち俺としては微妙な気がするんよ。あ、飛んできた。矢が飛んできた。矢が飛んできた。あ、矢が飛んできた。寝るぞ。というわけで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。あれ寝れる？あ、寝れる。何これ。